こんばんは皆さん。やポーポーポー。あドア開いてる。ちょっとドア閉めてくる。え、あ、オッケー。よいしょ。よいしょ。よいしょ。 こんばんは皆さんばはさちょっとだけうー23時ぐらいまでにしようかなって思ってますよ配信は今日も手持ちです手持ちです今日は久しぶりにまとめ髪をしました公園で久しぶりだったけどね めちゃ崩れかけちゃって頭にピン10本以上刺さってたたぶんそうヤッホー片頭痛なのだってえー、かわいそう大丈夫今日公演入りましたありがとう 今日は生写真撮影もしてきていっぱい写真も撮ったうん TikTok も撮りましたでもね何をあげてよくて何をあげちゃいけないとかがあんまり把握できてないからなんだけどちょっと聞いてみる風と水戸さん何これ何これ なんて書いてあんの、これ。なんて書いてあんの、これ。人類。何、なんて書いてあんの、これ。人知。を超えた尊さ。ちょっと読み方合ってる、何、なんて書いてあんの、これ。人知を超えた尊さ、タワー。 ありがた口でーす。アドバイスありがとうございます。私、ああ、アドバイス。ありがた口です。何神っていうさ、今、なんて言うんだっけこういうの。アイテムあるんだね。ていてえ。何テーテーていてえ。やばい。神ー。オーベルジーヌ、オーベルジーヌ美味しかった。 明日どうで1年ぶりにまなかに会いに行くよ久しぶりだねありがとう嬉しいうんいいおしのひかねあそういうことそういうことかああ <laughs> ちょっと疲れたんだ今日いっぱいいっぱいねあの活動したからなんか昨日、昨日お休みだったの かお休み多くなったんだけどあのそそのそ昔より昔ってかその何年か前より何年か前ってか何ヶ月か前よりお休みが増えたんだけど日頃のでもだから昨日お休みで13時まで寝てたの13時まで寝てたからさ今日はさ早く感じちゃって何時に起きてもだからもう大変だった 未だにオーベルなんちゃらの意味がわからないオーベルジーヌっていうのはあれですカレーのお弁当屋さんのお名前明日波動ですよ皆さん明日波動だから応援してっていう意味で言ってるらず実はショールームしてます眉毛そう眉毛まだダメなのでもね見せるとね可愛くないから見せないけどうんうん そうなんですそう明日は波動なので皆さんめっちゃ応援してください勝ちたいの勝ちたいのなんかねチーム4が今第3回までやったんだけど優勝がね k 4 4なのだから勝たないとやばいぞってことよ、うん、そう とりあえずやりたい。本気で。っていうことですので。皆さん応援して。うーん。ひなこと、ハースサンと3人で出るんですけど。応援して。みんな。みんな応援して。っていう私の。 お話ですよ。そう。明日の波動前に配信はないの？明日の波動前に配信って何？ドドドドド。明日頑張ってがん残業しないようにするだってお願いします。私はやっぱりシールドが一番必要だなって思ったので、シールドをいっぱい。 シールドと球で後々スピードとかサイズとかそういうのやっていきますあー虫に追われる配信ねあれかあれはやまないかな多分わ <laughs> かんないけどボールは一つまで相手チームにあげてもいいんだけどそんなルールないのであの勘違いしないでもらってねはいそう でもなんか鉢巻きできたらしいね波動にびっくりだね本気の鉢巻きの巻き方でもしていこうかなもうでそう,でそうなんかちゃんとお知らせしてなかったんだけど あのー、いつだっけ今週うん今,今日何曜日だかか今日何曜日月か月だ月月今日月曜日だよね昨日だって火曜日だったもんね間違えちゃった昨日日曜日だったもんねごめんぼーっとしてた月曜日でしょ 今週末かな多分今週末にあのー、あのー、今週末に山梨に行くんですよ私そう今週今週末の日曜日に山梨に行くんですけどズッキーと2人で行きますなんか YBS ラジオさんで あのささやきラジオやらせてもらってると思うんですけどそれ関連のイベントでだから多分皆さんのお目に触れるところに出現するんだと思うのであれって無料えわ分かんないどうなんだろう分かんないけど皆さんのお目に触れると思いますので1時間1時間ステージがあるんだだからみんなあの是非見に来てください来れる方はね 山梨に住んでるから行くでみたいなのぜひねお願いしますっていうそれです。で12日はなんか前々、ま、前前に募集してた「兄はせよ」前々に募集してたなんかイベント記念ライブとかイベント記念サイン会みたいのがあった その前日にはだから多分「失礼ありがとう」とかで私のに応募してた人はきっとさもういない人もいっぱいいるのかなって <laughs> どういうあれだったかちょっとあんまり知らないんだけど思っちゃうからねみんな忘れないようにしてくださいっていうお話そう あんにょんマナか。あんにょん。2年越しのイベントですそうですよ。楽しみにしててください。はい。今日何日って言ったっけな。今日8。9。7。今日7今97だよね。明日が8で。まあ今週はいっぱいやりますよっていう日ですよ。 皆さん、しょはいっぱいあるよってであのー、なんだっけ私誕生日近いんですよもう実は <laughs> 来月のもう次の週には誕生日終わってるくらい近いんです誕生日も。 あ今日はリンさん、リンさんとお仕事現場というか活動の写真撮った現場でお会いしたので、あリンさんお誕生日おめでとうございますって言いました。ナナさんは会えなかったけど、連絡はしました、リンさんにもナナさんにも。そう。そして私は19歳になりますよ、今年で。 まだ19歳若い若いかいかい <laughs> 19歳になります皆さん誕生日近いですねそうなんですよ19歳になるので19歳になるときは盛大なお祝いしてください <laughs> 今日初めて公園行ったんですが「ま、なかちゃんマジ顔小さくて可愛いかったです」だってえ本当にどこと比べてたのどこと比べてそんなメンバーの中でも大きい方よ自分で言うのは違うけどそうでしょということでねあとなんだろう うん、ショールームイベント今回参加しなかったんですごめんなさいねっていうお話をね、まあ、前の配信でもしたと思うんですけどお料理配信なんかビスの配信とお料理配信2つともちょうど参加募集期間ですよってなっててお料理配信のやつお料理のやつは知ってたんですもともとだから一番最初のイベントの時も皆さんにはお料理 お料理でランキンキグ大丈夫かなそう参加してたんだけどうーんなんか2回目どうだろうなってこううーんって思ったりしたりとかなんかそれならビスの方でも受けてみようかなとかもあの思ったんだけどなんかビスの方 なんかその皆さんというかあの皆さんに聞いた時となんかイベント出るってなったらどう思いますかみたいなの聞いた時になんかそのやるならやるやらないならやらないでやるのもいいと思うよっていう声が結構多かったからあそうだよなと思っていつもなんかそのあんまり。 あの何、ー、て言うんだろう得意じゃなくてうん昔昔ね昔なんかクリスマスの時期ぐらいにかけてのショールームイベントめっちゃ頑張ってやった時はあったんだけどそれを通してやった時にやっぱあんま得意じゃないなって思っててだからなんかふわふわってした感じでショールームイベントとかこうずっと参加 してたんだけどなんかそのねあのー、あ,あーまたパッってなったちょっと一回まっそうでなんか詳しくちゃんとやるかそれかやらないかの方がいいんじゃないって言われたからだからうんと思ってうん。 んーじゃあほかうんーと思ってそうなんかねやばいかい大丈夫かい大丈夫かいまあ大丈夫今 w i フ f i 切ったから多分大丈夫だと思うそう でなんかそのこれまでショールームイベントとかの時つどつど言ってたと思うんだけどなんかその私ショールームで返せるものもあるけど私の感謝の返し方と違うなって感じることは多くてなんかそのショールームでたくさんこうねギフト投げてくださって。 バン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 みたいのでこう上位争いバーンみたいになるじゃないですか。でじゃあたくさんねギフト投げましたよっていうのギフトもただじゃないからさなんかそのそれで得たものもあるんだけど私はそれってよりそういうのをお話し会に回してくれた方がお話できるなって思ったりとかなんかその分ねそのその人が。 くれたもので会話ができるなとか公園に来れるなっていうその考え方の方が結構強くなっちゃう人間だったからそうだからなんかうーんっていうのはずっと思っててだとりあえず今回は参加しないでおこうっていうふうに思いました。 そのお料理選抜のやつとかも今のね期間やってると思うんだけどなんかその今週とかも結構イベントとか私もなんかいろいろあったりとかしてなんかスケジュール組めないのは組めないので結構ね皆さんもどうしたらいいんだってなっちゃうなとかも思ってなんか昔やった時は本当に暇だったからさもうスケジュールもバーンバーンバーンバ,ーン,バーンって組めたんだけどさなんかその。 波動とかかがあるからさ今はだからなんかそのうまくスケジュールが組めないからなんかあれかなって思って今回はやめとこうってしましただからまたいつかやろうってなるときはくるかもしれないんですけどまたその時は言いますねうそう感じですね そうでお話し会がすごいねあの前回の元カレーの時よりもすごいたくさんありがたいなって思っててまあその部数が一部分減ったっていうのもあると思うんだけどそうんかそのあの時期は私も あんまり宣伝をしてなくてそうあの時はもうああもう休止するんだって <laughs> 決めてたから心の中でずっとだからあのいつ休止するかわからない状態でお話し会がさなんかそのめっちゃ売り切れちゃってみんながその日のために予定組んでくれてってなった時に。 なななんかお休みすするるのは申し訳なさすぎるなってまず1回結構たくさん宣伝したらねいっぱい受付終了の部が出てきてあらありがたいですねって <laughs> いう気持ちでいっぱいですほんとになんか12月ももしかしたら全部売り切れたというか完売というか 受付終了したかもしれないみたいなことも教えていただいてありがたいです本当にそうだから話したいんですが金が早く買わないとねねっそうだからありがたいなと思い思ってます 順番待ち人数で増えたのが分かるそそれはそうだよねやっぱその一部分減るとさだってもう1時間分減るわけだからさあのー、元彼の時は待ってる時間めっちゃ長くてなんかあれなんか合計一部分ぐらい待ってたんじゃないみたいな感じだったんだけどでも今はねないそれが。 待つとしてもほんのちょっとだけとかになったからあ,あ有意義な時間だーって <laughs> 思ってますそうだから皆さんも決済とか忘れないように気をつけてね忘れちゃったって人よく見るからあとなんだろうなああ,あ今ショールーム見てる人の中にもし対象年齢の人がいたら あのーね十18期オーディション今やってますので18期ぜひ今見てる方に対象年齢の人がいたらぜひ18期オーディション受けてみてくださいっていう推しですそう今日あの楽屋でひなのさんとあみさんがショールームしてたんですよ でそこでも話したんだけどねだから聞いたことある人もいるかもしれないんだけど <laughs> なんか最近お母さんと一緒にね中華街に行ったの中華街に行ってで占いしたの占いそう占いしてなんかそのどこもかしこもね両手で500円キャンペーンみたいなやっててめっちゃめっちゃやってて でなんかすごいいやってるみたいなでななでんかなんとなくこここいいいななみたたたところに行っっのよ行ったのそしたらでもなんか「手相だけじゃあんま分かんないよ」みたいな「手相は今,今の人生どんな感じで生きてるのかとその前のこれまでの人生どんな感じで生きてたのか」みたいなのしか軽くしか見えないよって言われてあ日本人の方にね言われて「ええ」と思って。 じゃあちょっとやっちゃおうかなって言ってちょっとねちょっと値段あの上がりコースでやったんですけどすごかったでもすごかったと思うなんかその多分みんなそうなるのかわかんないけどなんかその生年月日とかなんかそういうのの周りみたいなやつのやつだったんだけど でも「四中睡眠そうそれだそれそれそれやってもらったのででもすごくてすごかったのマジでその人なんかさ占い師ってさ人によりけれだけどさなんか「えなんとかじゃないですか?」 ななんとかかじゃないですかみたいなさこう疑問系でさ当たってたらあっ当ってるみたいなの多いじゃないですかそういうのってなんかその疑問系で投げかけて「いやー疑問系だからさいや別に」ってなってもなんかそこまでみたいなさなるじゃんなんかそうじゃなくて私めっちゃズバズバ言われてその人に「そうあんたメンタル弱いでしょ」って言われて。 え「ええもうねこのね出てるのよ」って言って「自我は強い」って言われてでもメンタルは弱いあと助けがない人からの助けがないって言われて「ええみたいなでなんか攻撃力もないみたいなだからなんかあのそういうあの芸能系っていうのは メンタルと攻撃力がないとやっていけないから、あの、あんま向いてないよって言われた。あんまあ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 。本当にそうだけどみたいな。ですけど何かみたいな。弱いけどみたいな感じだったけどね。そう。って言われました。んか攻撃力が何なのか私は聞けなかったんだけど。でもメンタルも攻撃力もないからやっていけないよみたいな。弱いよ。 って言われれてもう,も,うもう切られた私切られた痛かったそうそうやって言われました私はツボとかジュジュとかかわされなかったかわされなかった何も勧められなかったそういうのまた気になることあったらおいでねバイバイみたいなもうあっさりあっさりバイバイでしたよだからなんかあいい人だったんだろうなっていう あの感じでしたけど。そう！すっごい買ったです。本当に。解決策くれないの？解決策とかあんま聞かなかった。私からか解決策とか。なんかその巡りなんか人生って。なんかこうめ -10 年ごととか。なんかこう巡りがあってとか。なんかそういうのがさすごい。あって、なんかジムとか向いてるよって言われた。た ああ、ジム。<laughs> ああ、ジム。とかもああ。まあ別に全部を全部信じるわけでもないから、全然あれなんだけどね。全然あれなんだけど。でもなんか結構言われること言われること当てはまってることがすごく多かったから、ああ、すごーいと思って。えー、すごーい。めっちゃ当てはまってるやん。って思った。一つ公開したのは、 ウェディングプランナー向いてるかどうか聞けばよかったーと思って。うわあ聞きたかった、それ、と思って。そう。でもなんか私は、なんか、なんて言ったっけな。なんか、なんとかとなんとかでラブなのみたいな。なんか言われたな。なんかね、あの、人に愛をあげる、人に愛をあげて、みたいな。なんか、なんとかに愛をあげるための人生だよ、みたいな。あなたの、この 今世の人生はみたいだから人に愛をあげるあげることに尽くせるみたいなって言われたそう愛をくれ <laughs> そうそうやって言われただ優しい ってことだ <laughs> 優しいってことだ <laughs> そ,うそうなんですよだからあのらなんて言うんだっけ「主婦時々仕事が向いてるよ」って言われた「あんたは主婦になった方がいいよ」って言われた <laughs> だから将来は主婦になりますねいつか <laughs>。 主婦時々仕事がいいいらしいんで別に全部が全部あれしてるわけじゃないけどね主婦時々仕事がいいらしいんで頑張りますわ主婦時々仕事 <laughs> っていうのがありましたでも面白いよねなんかそのさやっぱ信じ込みすぎちゃって通い詰めるっていうのあんまり良くないかなって思っちゃうけど。 なんかそのその場でたまたま行ってあるからやってみようって言ってやってみてこう結果がパッて出るのはすごい面白いなって思うしそういいねって思いますだから皆さんもねなんかどっか旅行とかさ行った時とかぜひやってみてくださいそうっていうお話でした うんまず卒業早いからねかおりちゃんで心配だって受ける <laughs> はいということで今日はこんな感じかな私が話したいことはうんそう。 卒業恐怖症 <laughs> まあねなんか大人数グループだからさ AKB ってなんかゆ言ってしまうなんて言えばいいんだろうななんかそのさあのどこをどういうところで表すのが正解なんだろう。 ススターダストさんとか <laughs> もうまんまなんだけど <laughs> あのー、Z さんみたいないらっしゃるじゃないですか Z! みたいなさんとかとかはさあのもう5人グループとかさあの好き好き好きとかもなんかさそうなんか6人グループ7人グループとかなんかそういうのじゃないですかそうだからなんかその そのさ少人数グループでその名前で始まって追加メンバーもいなくてってなるとなかなか卒業とかさっていう概念はないのかなと思うけれども大人数だからさこうね入ってくる分巡りがあると言いますか巡っていくと言いますかそう大人数だとまあ 辞める人も多いしっていう感じではありますよなっていう固定メンバーじゃないからさ AKB はだからまあ卒業になれろうとは言えないけどさまあ卒業は常に隣り合わせなんだろうなっていうのはありますよね特にこのグループのファンの方はなんか少人数だとさそ,うそれこそ結婚とかしてもそのままグループに続けますよとかさ なんかその何か他のこと始めてもグループでいますよっていう方が多いけどさこのグループの場合はじゃあもう結婚したいです AKB にいるけど結婚したいですってなったらじゃあやめて結婚しますとかさこのグループにいてなんかもうめちゃくちゃファッションに力入れたいファッション業に力入れたいですってなったらじゃあやめてファッション業にはい行こうとかさなんかそのいい意味で両立という両立がないグループだから。 このグループはだからね卒業は常に皆さんは隣り合わせで応援しなきゃいけないのかなっていうふうには思いますけれどもまあね分母は関係ないよその子が全てなんでそれはそうそれはそうなんだよね でもだから本当に他のアイドルさんっていうのは、まあ、ハロプロさんも同じだけど AKB とでもだからその少人数グループさんとかはさ、まあ、よっぽどのことがない限り解散しますよとかさ誰か脱退しますよってないじゃんよっぽどのことがない限りはねそうだからあのー、何よ そのグループさんよりもやっぱ AKB のファンの方とか48関連秋元系関連のファンの方々はさ本当に押せる時に押せっていう言葉を胸に刻んだ方がいいと思う私はなんかいっつも誰かが卒業するよってなった時にわもっと押しとけばよかったってなってるファンの人をよく見るから私はらこの配信を見てる私のファンじゃない方ねいると思いますけど なんかその最近ちょっとなんかいいやみたいななんかさちょっとなんかいいやみたいな思ってて急に卒業発表しましたとかなったらさもうなんか「うわっやっぱあれも行っとけばよかったあのイベントも行っとけばよかった」っ,っ,たって絶対なるからだからみんなちゃんとねそうならないように生きた方がいいですよで行っとけば行っとけほど卒業の時にそのメンバーとの愛は深まってるわけじゃないですかそれってすごい素敵なことだと思わない 卒業するメンバーの記憶の中に自分がいてってそのメンバーの中にも自分の中にもその2人の思い出があってってなったらすごくいいことじゃないですかだからね皆さんもそういう推し活をねでも別れづらいやんそれはそう芸能界辞めますとか言われたらさもうさ辞、うん、めちゃうのみたいなえもう会えないじゃんとかなっちゃうからね そそれはそうでもだからみんなそのさ研究生だからやめませんよとかないからね私だって私の同期ですら研究生の頃に4人ぐらいやめてるんだからドラさんの子だってさ研究生の頃にやめちゃった子だっていたしさだから研究生だからやめないとかさ長年いるけどやめないとかいうことはさ 絶対いないと思ううからそうだってそれこそさと根ちゃんとーちゃんなんて誰が卒業すると思ったよみたいな感じやねっまあよっぽどそのファンの方だったら気づいた方もいるのかもしれないけどそうだから皆さんねあのそうならないように頑張ってください頑張ってくださいとか言って <laughs> そうそう っていう別にフラグを立ててるとかいう話じゃなくてね私がフラグを立ててるとかじゃなくシンプルにね推し活は今しかできないからねっていう,うあれ言っとけばよかったこれもしとけばよかったとかさ後悔してからじゃさ遅いじゃんだからって思うよそれこそまださ私たちはさ接触の場が多いじゃん お話し会もめっちゃあるし劇場公演もあるしコンサートはあんまないけどさでも劇場っていうステージがあったりとかさなんかその波動っていう特別なイベントがあったりとかするけどさそれこそ坂道さんなんてさもうお話し会だってそんなにいっぱいあるわけじゃないだろうしさ劇場公演ないしさコンサートでしか踊ってる姿見れなかったりとかさ。その直接 その番組を通してとかじゃなくて直接目で見れる機会がめっちゃ少ないわけじゃん坂道さんとかって。ってことはさ行かなければ行かないほどさもう行きたくても行けずに終わっちゃうことの方が多いじゃん AKB はさ「うわ外卒業っぽしちゃった」ってなっても「劇場行けるわまだまだ劇場出てるわ」とかさ「わまだお話し会あるわ」とかさできるけど坂道さんってそうじゃないじゃんか。 もう最後の現場の受付全部終わってるわとかさ絶対そうなっちゃうじゃんだから AKB はさ押しててもさその終わっ卒業発表してからでもまだ間に合うからさだからって思いますよ私はリアルお話会ねリアルお話会ねやりや,ねやりたいよねそれは思う私もでもやっぱそのね 東京っていうさ東京で活動してるアイドルってやっぱねあるじゃないですか結構ねだからなんとも言えないけれどもだから研究生は即日なんよ本当にそうよ研究生って即日だよ辞める時いつもそういうルールだからさだからあのー、あれだよ 研究生をしてる人とか特にね今多分見てる人にさいると思うけど研究生をしてる子なんか私のこと好きだったけど研究生かじってますとかなんか私のこと好きだったけど研究生にシフトチェンジししたみたいな方いるかもしれないけど研究生はさ本当に辞めるとき一緒にいなくなっちゃうからね辞めるっていう話をしてるわけじゃなくてね普通にもしその子が辞めるってなった時はもう今日のこの公演で終わりでしたってなるからね本当に だから押せるときにに研究生を押した方がいいいって思いますそうすればさ研究生の頃からいっぱい押してたらさ昇格した時とかめっちゃ嬉しいからねうわ昇格したんだ押しメンってなるからだからみんなもそうなるようにねっ 押してくださいなんでこんな話になったえー、わかんない全然覚えてないなんでこんなったのかとりあえずランキング発表します十三位ホタテさん十二位しずくさん十一位豆、ま、もやしーさん十位アポロさん九位ケロちゃん八位ちぃぼさんありがた口です神セブンいきます第七位カツキちゃん第六位ホッケさん第五位ハヤッターさん第四位ヤベチさんありがた口です いきます第3位、たむたむさん、ありがたぐちです。第2位、みちさん、ありがたぐちです。はい、そして田口真カルーム、2267分の1を獲得したのは、バー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 、とみとさんです。ありがたぐちです。はい、その他にも、ゲットを飛ばしてくださった皆さん、コメントしてくださった皆さん、ありがたぐちです。ということで。 天球タグチ、セシータグチ、カムサムニタグチ、ジコップンカータグチ、男性タグチ、オブリガタタグチ、メルシータグチ、ウハリストズタグチ、スパシーバタグチ、グラチェタグチ。ラあランちゃんいりますね。この辺、この人パン。33位、タッティさん。ありがた口です。はい。ということで。うーん。 明日の波動明日波動なので皆さん応援してね応援してねあとなんだろうでも特に話すこともうないよなうんうんない明日は明日もシールド多めで頑張りますということで毛利さんの収録っはありますかないない 私もうだって「最近聞いた」に関してはさもういつから出てないかわからないもう休止前ぐらいからロケとか何もしたことないということで今日の配信もありがたぐちでした皆さんおやすみね明日も頑張りましょうバイバイ